T、うん、ただしさん、ゆこちゃん76、ごめん76ですか、バリウマですね、おめでとう。ありがとうございます。一時切りができた大きな要因はズバリ何？まあさっきも言ってましたが、アイアン、アイアンとパタ、うん、パタ、アイアンだね、アイアン寄せパタ、うん、ですね、うん、完全に、うん、もう一ついきます、うん、お花畑さんです。はい、以前と比べて具体的に何が良くなったと実感しているか。何が良くなった。いや、私やっぱもともとアイアンが本当苦手だったから。そうだっけ。いや、そう、あの多分出始めた時とか角切りの時とか基本も、まあ、ドライバーとかもそうだけど基本やっぱあのアウトサイドインの軌道だったから、でも絶対こっちしか行かないみたいな。絶対右しか行かなかったよ。そう、多分9番や8番や7番や全部同じ距離になる、うん、そう、同じ距離だったそうね、そう、安定のスライスの全部100ちょいみたいなね。そうで、むしろ7番よりも9番の方がちょっとまっすぐ行ってくれるから嬉しいみたいな、うん、ドライバーよりもそうそう、5番の方が飛んでるとかそう、だからやっぱアウトサイドインの軌道が直ったのはめちゃめちゃでかい。うん、なるほどね、うん、ちょっとその辺多分気になる人、アウトサイドインは直したい人も多いと思うから、うん、ちょっとその辺やっていきますか、ね、アウトサイドインが直ったのはマジででかい、うん、なんかドライバーはアウトサイドインじゃなくてもアイアンだけは絶対にアウトサイドインとかあったから、へー、アイアンが本当にうまく当たる気してなかった時は、まあ、90ギリもちょっとね奇跡だったぐらいで、あ、うん、今思えば奇跡だったんだ。奇跡だった安定した90ギリはなかなか難しかった。難しかった。まあちょっとまだまだ来てるんですけど、じゃあ次、はい、得意のアイアンでアウトサイドインの直し方、はい、やってみよう。はい、はい、9番やね。まず9番、私が一番好きなアイアンで、あ、そう、パー4でこの前初めてイーグル取ってね、言ってたね、入ったって。そう、9番やだったんですよ。おお、115ぐらい。え、見えたの？見えたの。おお。あ、いい感じにちょっとこう緩いドローで行って、でボールがこうカップの方にこう流れてって、あ、寄ってる寄ってる寄ってる、これちょっとバーディーチャンスじゃん。入ったみたいな。へえ。消えたみたいな。そう、バーディー。イーグル。で、その日39だったんじゃない？後半が39だった。そうだよね。そうなんです。やっぱイーグルでかいね。そう、やっぱアイアンがいいとやっぱね、うん、そういうのができるんですよ、うん、じゃあアウトサイドインをどうやって直していったか、うん、まずアドレス、アドレスね。アウトサイドインの時は完全に右肩が出てて、うんうんうん、目標方向にちょっと左向いてた。あ、確かにゆこね、左向いてた昔。そう、今極端にもやってるけど右肩が出てて目標方向にちょっと左向いて、これでこう、うん、カット気味にアドレスになってたっていうのを知らなかったので、まず最初アドレスを直して、直して、ちょっと右向いて、お、結構大胆に右向いたと。直すときは、ちょっと右向いて、でこうで右肩が絶対に出ないように、うん、下からこう少し右肩低いイメージで、最初はハーフスイングでクラブのグリップの力を抜いて、なんかちょっとまだちょっとアウト目に上げて、うんうん、下から戻すっていう練習をめっちゃしてる。なるほどね、一旦外に上げて8の字的な感じね。そう、うんうん、力入るなんか感覚をこうなんか身につけるように、今日完全に8の字だね。アウトサイドになった時は懐かしいな。9番ですらずっとやってたの？なんか言うのだけど、あーうわーまあ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 、でもさ、最初それするとね、結構シャンク出るイメージあるかも。あー、そうかも、うん、う、私もなんかその練習した時にやっぱ開いて入ってくるじゃん、どうしても。そうそうそう、なんかこう緩むかなんかでどうしても。でもそれ悪いことじゃないと思うんだよね、直すには。直すにはめっちゃやったわ。いいじゃない。あとは連続素振りをした。連続素振り、どんなの？このハーフスイングの
連続セブンも高いしたし。一番はやっぱりこれかな。連続素振りと八の字。うん。八の字が一番でかかったかも。うん。ここから降りる感覚。なんか私、でも去年とか結構アウトめに上げてたかもちょっと。うん。テープワーク。外に上げて。うん。この練習。おすすめです。おすすめ。うん、あのスライスに悩んでる人には。スライス悩んでる人には。うん、はい。はい。リンゴルフニュースのお時間です。はい。9月10月のリンゴルフオープンはこちら左のテロップに記載されてます。9月23と10月14日。この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ以前ゆっこが出場した。ハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の砦国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいて、みんな楽しそうでした。100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくれて、ぜひ応募してください。はい、バイバイ。